それでは、MC を務めていただきます、方をご紹介させていただきます。滝美香さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、プロのカメラマンの方、ご登場していただこうかなと思っております。皆様、大きな大きな拍手でお迎えください。皆さん、どうぞお願いします。実は今日は司会という立場とカメラマンさんという立場で今お話しさせていただいているんですが、それをちょっと仕事を通り越して仲が良すぎるほど家族ぐるみでお付き合いをさせていただいておりまして、結婚式だけではなくなぜか新婚旅行にもついてきてくださって新婚旅行の写真なんですけど、なぜか泊まったホテルも同じ、向かった飛行機も旦那さんの横にヒロさんがいて、3人でずっと旅行をこれは、新婚旅行の時の写真なんですが、というさせてもらっている中でございます。でこれは多分フランスでまた旅行、新婚旅行とは別に本当は旦那さんと2人で旅行に行くはずだったところに、なぜかヒロさんがついてくださってお写真を撮ってもらった写真の一つなんですけど、お名前が多分もうヒロエドワード佐藤って日本人らしからぬ名前かと思うんですが、イギリス生まれアメリカ育ちなんですよね。そうなんです。日本人、日本国籍を持ってらっしゃる。日本人なんですけど、おばあちゃんは日系カナダ人で、イギリス生まれでアメリカに40年以上住んでて、一昨年日本に引っ越してきましたという感じなので私普段プライベートでお話しさせてもらっている時は日本語がたまに出てこない時がよくあって、多分ずっと英語でお話しされながら育ってこられたんですよね。教育はずっと英語で受けてきたので、今日もただただしいのは緊張ではなくて日本語がうまくできない緊張感。ただそう、私が知ってるヒロさんはこんなに硬くないんですね。もっと柔らかくって饒舌なお話いろいろしてくださるんですけど、たくさんのこの素敵な皆さんのお顔があると緊張してしまうって言って、ずっと昨日からもう眠れないかもしれないって言ってドキ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 されてたんですよね。カメラマンってね、表に出る仕事じゃないんで、裏方なんで、そんなに喋るのがね上手じゃない。多分そう、今日は注目されてしまってるので、皆さん、できるだけこっち側に注目してほしい。いや、そんなことない。ぜひヒロさんの顔を見ながらヒロさんの撮ったお写真いろいろご紹介させていただければなと思うんですが、このお写真も多分旅行についてきてもらった時のお写真なんですが、これはライカで撮ってもらった写真ですよね。そうだから結局ハゲさんの結婚式ハワイでやって、はい、その帰りの飛行機からね、すべての海外旅行もついてるんですよね。そうなんですよ、ちょっと困っちゃってるんですけど、これはまた違うお写真ですね。これは日本人のレーサーで、2010年にアメリカデビューしたナスカーレーサーがいるんですけど、ナスカーっていうのはディズニーのザ・カーズっていうぐる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 ワールドレースですよね。それの最初のレースでスポンサーが足りないって言って、僕がスポンサーを集めてあげてスポンサーしたんで、何も貼ることがなかったんで佐藤秀康って言ってみました。僕の名前はビールってことですね。そこからもう札幌ビールからエネオスからもういろんな大企業がついて、もはや僕が払える金額にならなくなったんで、これで僕の名前は終わりですけど。じゃあ最後の CM だったってことですね。そうそう。これはあれですね、なんか写真展をされた時のお写真ですか。そうですね、一昨年から去年末から4ヶ月間銀座6で写真展やらせていただいた時の写真ですね。これ全部ライカで撮っていて、綺麗ですよね。そう、結局ライカの特徴的なのってものすごく立体感があって、なんかちょっと浮き出てくるような感じの写真が特徴的で、国産のカメラに比べたらめちゃくちゃ金額が張るんだけど、手作りでレンズを磨いてたりとかですね、7、80年前のレンズが使えたりとか、
だからそういうのがちょっとライカがものすごく特徴的で、今日マップカメラさんがライカをいっぱい後ろの方に揃えてくださってるんで手に取っていただくことができるんですけど、まあ全て3桁以上3桁100万以上、おお、さすがですね。そう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 、まあこれはもうなんか6月にちょっとフランスに行ったり、風景ちょっと風景を頑張って撮ってみたっていうね、うん、だから、こいつ大したことないなって言われるかもしれないけど、僕は人物専門なんで言い訳させていただきますけど、地球は切り取るもんじゃないんででも素敵ですよね。これね、僕びっくりしたんですけど、オランダって家が全部歪んでるんですよね。あ、え、めちゃくちゃ歪んでるんですよ。あ、そう、もうなんか一日いると目がおかしくなるんですよ。なんか地盤が悪くて、なんか建物がどん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 傾いてくるらしくて、いろんな方向に傾いてるんですよ。なんか、いや面白いなって。これは地中海ですね。地中海の、これもイタリア、なんかちょっと可愛いなと思ってね。ちょうど天皇陛下がイギリスを訪問される前日に帰っちゃった、パレードの前日に帰ってきちゃったっていうね、僕はね。素晴らしいタイミング。だけど僕日本とイギリスのパスポートを持ってるんで、うん、これはちょっと僕にとっては嬉しいですよね。嬉しいね。あ、両方とも俺の国じゃん、ねね、勝手に俺の国とか言ってますけど、で嬉しくなって撮った一枚ですね。そうそうそう、嬉しくなってね、うん、そうそう、この辺りも全部ライカで撮られたんですよね。だからこれはもう僕と同じ写真のレンズで撮った僕が住んでた家の位置です。やっぱこういう今新しいライカのレンズは45センチまで接写できるというね、ズミルックスっていうレンズがあるんですけど、まあ、それでちょっと知り合いのクラシックカーをちょっと接写で撮ってみて。そうですよね、ライカさんってね、近くのものは、ね、そう撮るのは難しいって、そう、はい、これが可能になってきたっていうレンズが出ましてですね、ちょっと詳しくはマップカメラの方が今日いっぱいいらっしゃるんで聞いてみてください、この後そう、この後と言ってるうちにそろそろお時間が来ましたね。そうなんですよ、ちょうどヒロさんのいろんなお写真ご紹介させていただいた頃に皆様お待ちかねの次の部へ移りたいなと思っております。南野陽子様お呼びしましょうか。皆様大きな大きな拍手でお迎えください。南野さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、南野陽子です。マイクは入ってますか？大丈夫です？聞こえてます？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもなんですけど、ヒロさんと南野様が出会われた経緯というか、気づいたらヒロさんが南野さんの写真を撮り出してたんですよ。びっくりしちゃってっていうのも、私ヒロさんと出会った頃に、僕の夢は南野さんの写真を撮ることなんだっていうのをずっと言って、あ、そうなんですか？そうなんです、言っていて、またまたそんなヒロさんって言って、もうそんな南野さんの写真撮れるなんて、それも失礼な話ヒロさんって言ってたら、いつの間にか夢を実現されていて、でそれからもうほぼ毎回ツアーの写真を撮ってるって伺ったので、びっくりしてしまって。出会いのきっかけを伺ってもよろしいですか？はい、出会いのきっかけは、私のこうお友達のスタイリストさんのお友達というか、お仕事をした方で、はい、でこのライブが30周年のライブ、コンサートがあった時に、あ、なんか本当はカメラを回す予定とか、そう、動画もそうですけど、そういった写真を撮ってもらうってことも考えてなかったんですけど、まあ、でももうなかなかこういう機会ももうないかもしれないし、ちゃんとこう記録として収めておきたいね、じゃあカメラさんどうしようかな、誰にしようって言った時に、あ、いい人知ってるよっていう形で、ご紹介いただいたのがきっかけです。はい、ありがたく。そう、ちょうどスタイリストの方がね、南野さんをやってらっしゃるっていうのを聞いて、もう撮らせてください、つらいでください。そうそう、これは初めて撮られた時の写真ではないですよね。そう、30周年の時ですよね、これね。
ちょうど私の中では一緒になってるんであれですけど、うん、そうですね、舞浜のコンサートの時に撮った写真がこれだと思うんですけど、うん、はい、それからブルーレイのね、あの表紙にこれ使われた写真で、はい、そうそうそう、はいはい、うん、嬉しかったですよね、ヒロさん、きっと、いや僕はめちゃくちゃ嬉しかったですよね、もうありがとうございます、もう本当にヒロさんが山本さんの大ファンだったっていうのを私ずっと聞いていたので、なんかあのお写真ポスターを自分のお部屋に飾ってた、貼っていた、吐息でネットのコンサート、あ、コンサートポスター、あ、そうなんですか、そう、中学生の時に飾ってましたね、あ、中学生、そう、中学校3年生の時にということはだいぶ年下だってちょっと今気づいて同じぐらいな感じでいたんですけど、すいません、いやいやいや、もう、はい、ね、はい、そう、それでね、南野さんがずっとほら富士フィルムの、あ、そうです、私はあの割とこうデビューの頃というか若い時に富士、はい、フィルムのねコマーシャルをさせてもらって、はい、この頃のなんか特に覚えてらっしゃる印象深いエピソードとかございますか？うちからのコマーシャルは、まあ、数年やってたんですけど、あの、まあ、有名なので言うとお正月を移そうっていうコマーシャルがね、新年に流れるんですけれども、あのキキキリンさんとか、私の時奥田瑛二さんもいらっしゃったりとかで、京都でロケをしたりとか、あと、まあ、スタジオでもロケを何年かやってたんでありますけれども、はい、ちょうど何フィルムと写真、現像してきた写真が上がって、ああいうね袋っていうんでしょうかね、はい、カメラ屋さんで、あそこになんか顔写真とかがあったりしたので、はい、たまにホラーって未だになんかこう持ってた方が見せてくださったりとか、そういうのはありますし、あとこの頃に写真をシールにするみたいなね、なんか現像してもらえるカメラ屋さんとかでお願いすれば、16枚とかそんなぐらいかな、 4×4 で、なんかそういうのでたまにこう名刺にね貼って、こうそういう時代だったんですけど、あとそうですね、まあ、いろんなところロケ行ったりとかね、そういうのもありましたし、まあ、フジカラーもやってたし、私はこうマガジンとかで、ミスマガジンじゃないんですよ、マガジンガールっていう形ですけれども、本当にたくさん迷子出させてもらったりしてたので、割とエランドール賞なんかだとグラフ賞をいただいたりとかで、まあ、写真は毎日撮られてた時期でした。はい、そのぐらいお忙しくて大変です。撮る側もね多分いろいろご苦労あると思うんですけど、撮られる側ってまた違った大変さがあると思うので、本当に一番最初は何でもそうですけど、オーディションに行ったりとかね、そういう時は緊張もありますし、なんかいつもおすましっていうか、なんかあんまり特徴のない顔だねみたいに言われたりもしたので、そんなにページ数が持たないんじゃないかなとかってカメラマンさんと編集者さんが言ってるのを聞いて、ちょっとがぜんちょっとってなんかで最初に36ページぐらいっていう自慢をちょっとここにぶっこんできましたけど、はい、はい、ね、4枚、まあ、2ページ、4ページあれば十分じゃないっていうところを、まあ、ちょっとそう言って、まあ、でもそれはいろんな他のアイドルの人とかモデルさんとかの写真をとりあえず自分で鏡の前でその人になったつもりで、なんかちょっと、ま、ポーズの真似っていうか表情の真似とかをして、まあ、実際撮られる時はもうそういうことは忘れてるんですけど、やっぱりなんかちょっとそういう風な練習じゃないですけど、やったおかげで、まあ、割といろんな、いろんなポーズ、いろんな動きを撮れるようになったし、私が今写真を撮られていて心がけてることは絶対に息を止めない。やっぱりね、今グラビアの人とか、今最近の人特にそうですけど、はい、ポーズっていう瞬間こう止まって、はい、撮ります、みんな顔出してって言って、なんか顔作ることに一生懸命になって息止めてる方がすごい多いんですけど、私はなんかそうじゃなくて、
やっぱ自然なところを切り取ってほしいから、まあ、ライブ中はそんなこと、ま、写真を撮られてるなんて微塵も感じないのでそのカメラの存在とかヒロさんの存在もちょっとライブ中は忘れてたりはするんですけど、はい、あのみんなでこう集合写真で撮るときとかも絶対呼吸は止めないように。あ、そうなんですか。してますね、はい。うん、みんなもだから、まあ、男の人はもうどっちでもいいやって思いますけどなんか女性の方はそうやった方が割と自然な表情が撮れるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ私たちが普段こう、ね、このレンズを通して拝見している皆さんっていうのはもう本当に自然体の姿をいろんな場面で拝見できてたっていうことですよね。そうですね、なんかそうですね、まあ、今とそのね、あの私がデビューした時とかは本当にフィルムでね、今日はもういくつフィルムを使ったとか何千枚撮りましたみたいなので、なんかそうって言われることがすごくこう嬉しかっただから、なんかとりあえずもう何でも使うし、うん、そうですね、フィルム交換の時間とかが逆にちょっと嬉しい。いやだからね、あのカメラマンのアシスタントの方は大変だったと思います。もうカメラマンさんと私がもうどん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 いろんなとこでいろいろ撮ってるんで、もうあのフィルムを口にこう加えながら、なんかもういろんなバッグとかにこう一生懸命カシャってこうね、あのフィルムをカメラに入れたりとかでもう走り回って大変だったなって思いますけど、はい、もう始まったらもうノンストップで朝から晩までみたいな感じだったり、はい、で南野さんってなんか写真を撮られてて、なんか今までなんかどのカメラで撮られてるとかって意識したことあります？ないです。ないですねあでもね、私ね、ライカのカメラは持ってます、はい、自分でそうこれだけ撮られるんだから、でいっぱいこうまあ、有名なカメラマンの方とか、まあ、先生とかこうきちんとした人いるからこう教えてもらえるなと思って、で自分でカメラをいっぱい持ってたりはするんですけど、結果やっぱ撮られる側っていうかはい、そんな上手に結果一回も教えてもらうこともなく、でもまあ、毎日見てるとまあ、なんとなくは、あ、今日はそういう風にとかは分かりますけど、はい、じゃあ今度ライカ使いましょう。え、でも使ってくれてるんですよ。使ってます、ね、うん、僕は使ってますよ、うん、南野さんのライカも、うん、ぜひ。でもね、最近はちょっと私老眼が進んでおりましてなんか割とねそうなんです。だからもう私はもう撮られる側に、はい、まあそうですね、うん、ね、あ、マップカメラさん30周年なんですね。私よりお若いけどおめでとうございます私は今年3級の年で30周年おめでとうございます、はい、39周年もおめでとうございます。来年は40周年締めのまた欲しいですね。うん、そうですね、まあね、でもこれはやめなければまあずっとそういう風についてくる年で、あれなんですけどね、はい、ね、でも本当ね、写真はねやっぱりこうまあ自分のこう見てもそうですけど、あの時っていう本当にそのシーンが蘇ってくるというか、もう本当色と匂いとかなんか話してることとか、もうそういうものも全部私はなんか思い出すんですけど、はい、なんか昔からなんかそうですけど、こうはい、あ、なんかいろいろ撮れた写真を見せてもらって、あ、この写真はなんかちょっと嬉しいなって気に入った写真ってほぼほぼ選ばれなくて、雑誌とかレコードジャケットとか、でそれはやっぱ女性目線と男性目線の違いもあったかもしれないし、それは本当に
違いますね。未だ違う、うん、カメラマンさんがこれがって出してきたものとか、編集の方が出してきたものとか、まあまあ、コマーシャルとかはまあまたちょっとね商品があるから違うんですけど、こうも違うのかってぐらい、だからそれも含めて面白いなと思いますね。うん、逆になんか私は南野さんがそのいいって思われたご自身のお写真だけをまたあのなんか写真集か何かで拝見してみたいなって思っちゃいました。でもね結果そうつまんないんですよね。違う、やっぱり女子の若い時ってやっぱ決め顔じゃないけど、なんとなくあの洗面所のとこで自分でこう見た顔で切って撮っちゃったりするから、やっぱりね硬いし、うん、つまんないんでしょうけど、なんでこんな半目になりかけの写真とかがレコードジャケットバージナルみたいな、そういうのとかはあったりしましたけど、ごめんなさいね、私のファンじゃない方は全くわからないと思います。反省これからします。はい。そうだけどね、あのオーダー撮ったライブの写真とかを南野さんが SNS とかでアップしてくださるじゃないですか。あれ、あの南野さんが選んでるから、ああこの写真なんだっていうふうにすごい僕は勉強になって、だから今日結構あの南野さんが SNS に上げてる写真を中心に、そうそう、あ上げてて、そうか、そうそう、私どういうセレブ、だから何を、なんか本当に100枚とか200枚送られても3枚ぐらいしか見てなくてっていうかもう、はい、いつもねダーッて送っちゃうんで、違う違う、だからね、あのロケ現場とかでお仕事中だとこうスマホのちっちゃい画面で、ね、パソコンとかで見てたりするわけじゃないので、多分もうどの距離でも、ね、そうですね、そうそうそう、落ち着いた場所で見ることがいいですもんね。だからなんかね、すみませんね、もう、あ、今年ですね、これね、今年です。だからあの、そう、南野さんには全然関係ない話なんだけど、あの今年からライカで全部撮ってるっていうね、そう 100% ライカに移行したという、そう、また違った形で皆さん、そう、あのこの新しい機種が出たばっかなんですけど、あのカメラに興味ない人は全くわからないかもしれないけど、あの技術がものすごく良くなってライブとかも撮りやすくなった、望遠も効くようになったとか、ピントが速くなったとか、そういうので、私その技術とかその中身具合ははっきり言って全然分かってはいないんですけど、でもやっぱりライカのカメラ、まあいろんなカメラマンさんとかもそうですけど、やっぱり持ってる方は、あ、すごくこだわりがあるんだな、でおしゃれな写真を撮ってくれるんだなみたいな勝手なイメージがあって、はい、なんで、自分でライカをね手にした時もなんか持ってたらすごいなんかちょっと通なような感じがして。はい、選びました。はい、だから本格的にこのライカを使い始めたのは南野さんのツアーからなんです。あ、そうなんですか。あの私の方が早いかね、もちろん。はい、そうですね、うん、そうそう、太田さんが撮られた南野さんもまたどこかで私たち拝見する機会はあるんですかね。まあどうなんでしょう、まああんまりねそういう新しいものを今出すっていう機会がないですから、私の方がないですけど、まあいつかね、はい、だからいつかね出てもらいたかったりしますけど、うん、本人目の前にね夢を語らせていただくと、僕がライカで撮った南野さんと一緒に写真展ができたらいいなと思っているんですが、ありがとうございます。40周年に向けてありがとうございます。はい、そうなんですよ、写真展とかね、そういうのもすごい好きなんですけど、選んでくださいって言われるのが嫌で、あの選びますんで、あのもうそれもそういうの嫌だね。だからそんなの、 それは逆でしょ、順序が、はい、ね、そう、でも年々ね、やっぱ見られてはいけないような写真とかも出てきたりはするんですけど、でも、まあ、そういうところも含めてやっぱりちゃんと切り取って、あのちゃんと切り取ってもらえるっていうのがね、うん、やっぱり嬉しいなと思いますね、プロのカメラマンの方は。うん、そうだからね、僕の夢を勝手に今言わさせていただきました。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、お喜び。
なるかなと思います。ちょっとワクワクしながら期待したいなと思いますが、まだまだ、ね、あもう締めですか。そのまだまだお話伺いたいんですけれどもそろそろお時間あそうなんですか。はいなんか質問あります、被写体としてのそういうのない。はいない、はい、ない質問しといた方がいいですよ。はい向こうに。あ、何人や、はい、大きい声で、はい、私写真写りが悪いんですけどよく写真写りよくするコツ、まあ私も分かんないですけど、でも本当さっき言ったちょっと自然な表情とか柔らかい表情を撮りたいときはあんまり意識してこう息を止めないっていうか、普通に自然、そんな大きく吸ってたらなんかこうなっちゃうんですけど、まあ、本当に普通にしてるといいんじゃないかなと思いますし、はい、うん、よくね素人さんっていうか素人さんって言葉はよくないですけど、割とこう上から撮ってもらった方がここがシャープになるとか明かりの方を向いててとかっていう人いますけど、そんなことは考えないでもうライカのカメラで撮ってもらえる。いい締めとなりました。ありがとうございました。皆様の大きな大きな拍手でお送りください。本当ですか。あ皆さんどうもありがとうございました。以上でトークショーは終了という形になります。